サンクトペテルブルク大学の記念日ゼキベリディトガンは、現在のバシコルトスタン出身の歴史家、トルコ学者、政治家、アーメドゼキベリディトガンウファ家のステルリタマク軍にて、地方のムッターの家に生まれる。1912年から1915年の間、火山のカーシミー家メドレセにて、アラビア語、ペルシア語、チャガタイ語の諸学を収め、1912年には、 最初の著作、トュルクとタタールの歴史を出版した。ロシア科学アカデミーの依頼により、1913年にフェルガナ、1914年にブハラにて現地調査を行い、ブハラにてトュルク後に翻訳された10世紀のコーランの写本を発見する成果を挙げた。このようにトガンは早くから東洋学者としての将来を植望されており、死であるバルトリドは、 第一次世界大戦中、トガンが戦地に送られないように嘆願書を皇后アレクサンドラに送っている。1915年から国会のムスリム大議員の支援業務に携わり、1917年にはウファ県の代表として政権議会の大議員に選出される。さらに、バシキール人の代表組織、ミッテとメジュリスの議員に選出され、バシキール人評議会を組織した。 ベリディラは1918年にオレンブルクにてバシコルトスタンの独立を宣言した。ベリディの率いるバシキール軍は白軍のアレクサンドル・ドゥトフの下で戦い、後にアレクサンドル・コルチャークの参加でボリシェビキと戦った。ソビエト政権がバシキールの自治を認めると、ベリディは赤軍側に寝返り、1919年からバシキール革命委員会の議長として、 ソビエト政権と共闘する。しかし、1920年には、ベリディは、ソビエト政権側の対応に失望し、再度反ン・ボリシェビキ陣営に着く。バシコルトスタンを離れたベリディは、中央アジアの反送運動、バスマチ運動に参加し、1923年まで、トルキスタン民族同盟の議長を務めた。バスマチ運動の失敗により、ベリディは、中央アジアを離れ、 1923年には亡命先のイランのマシュハドでイブンファドラーンの趣向を発見した。1925年にトルコ国籍を取得しイスタンブール大学の教授として招聘される。1935年にはウィーン大学に博士論文イブンファドラーンの北ブルガール、トゥルク、ハザールへの旅行記を提出し学位を取得した。 その後本大学やゲッティンゲン大学に招かれ、教鞭を取った。1939年にイスタンブール大学の歴史学部に戻り、1953年には同大学のイスラーム世界研究所の責任者となった。1967年にはマンチェスター大学から名誉博士号を授与された。トルコ民族史に関する著作は11の言語で書かれた400を数える。 ありがとうございます。